さんこんにちは、コールです。本日、まだ公開されていない映画について話したいと思います。で、その映画がテネットです。本当にテネット、この前にちょっとこの監督クリストファー・ノーランですよ。大好き、もう大好きすぎて、もう監督の中で一番好きな監督です。彼の一番の名作と、僕の中で一番名作と思ってる、作品インセプションです。今日本でリバイバルとして公開されていますので、それをさっき見て、やっぱすごいわ。でもね、その前に5分ぐらいですよ、5分ぐらいのテネットの、プロローグが流れます。もうやばい、もうやばい、もうや本当にやばい、もう興奮しました。その5分で もうめっちゃ興奮しました。彼の映画としたらもうインターステラとかインセプションとかももう名作の名作ですよね。で、やっぱり時間とか宇宙とかもそういう夢とかもそういう、なんだろうね、なんかすごいやっぱ特別な映画ですよね。で、今回もやっぱり時間って言ったら普通はタイムトラベルだと思うんですけど、でも違うんです。これがテネットの映画では時間が逆転するんですよね。5分ぐらいのプロローグ流れた時に、もう本当にすごい作品だ、もうすごい、もう待ちきれないです、僕の中から。もう本当にもう音楽ですよね。クリストファー・ノーランとハンズ・ジンマーとのそのコンビですよね。あの2人の作品といえばもうインセプション、インターステラー、ダークナイト、もうダンケルク、いろいろまだあるかな、わかんない、もう今のところそれしか頭に入ってない。映画のことを知った時に、今回またハンズ・ジンマーかなと思ったけど違うんですよね。今回はルドゥヴィック・ゴランソンが、作曲の方をします。初めて、この2人の初めてなんですけど、この映画を作るのっていうのも。でも、もう音楽ちょっとね、期待はしなかったんですけど、プロローグの流れと音楽はやばかった。マジでやばかった、これほんまにマジでやばかった。 IMAX で見てたんですけど、なんでしょうね、その音楽流れて、 BGM ですね、 BGM 流れた時に、で急にそのなんだろう、ベースが入るんですよ。ベースが入った時にもう席がちょっと揺れてました。本当に揺れてました。もう一回、これはもう映画館ですごい楽しみです。もう個人的には、すごい楽しみにしてます。あれはもう一回、映画館でちゃんと聞きたいです。もうぜひ IMAX で皆さん見ましょう。日本公開の予定は今のところ、9月18日です。確かに映画館、今 そのコロナの件で、映画館で行くっていうのも確かに、あんまり、なんでしょうね、安全ではないんですけど、ちゃんと、コロナ対策もして、ちゃんと手を消毒して、マスクもして、映画館で、テネットを見ましょう。また見た後の感想とかも言いたいので、その時はまた、アップしたいと思います。では、バイバイ。